はい。皆さん、こんにちは。レクセンニコーの赤木です。えそれでは、え令和2年の予備試験、え論文分析会の商法、民事訴訟法版ですね。えこちらは私の方からね、始めさせていただこうかなというふうに思います。ま、あの、各本校いしはね、えウェブで通信で受けていらっしゃる方もね、え見ていただいているかと思いますけれども、えこれから約1時間ほどですね、あの、私が現場だったらどういう思考を辿るかというね、えそこのお話をしていく中でね、えこのあたりが合格ラインとして最低限書かなきゃいけないんじゃないかとかね、そういったところを中心にお話できたらなというふうに思っております。ま、とりあえずね、60分しかな はい、ということで、30分、30分でね、えー、一問ずつやっていくということで、若干ちょっと掛け足になるかもしれませんが、まあ、そのあたりあらかじめご了承いただけたらな、というふうに思います。はい、えー、早速ですが、今年の予備試験の商法、民事訴訟法、どちらもね、現場思考が少しあるという、えー、若干ちょっと難しめのね、問題だったかな、というね、そんな感じがします。まあ、先にちょっと商法から見ていくというね、え、感じにしたいと思います。はい、えー、商法の方なんですけれども、まあ、条文がどれだけ引けたかっちいうね、そこが結構鍵になった、そんなところですが、少し探しにくい条文とかね、そういったものもありましたんで、そこがちょっと、 まあ上位に入るかどうかのね、えー、線引きになったのではないかなというね、えー、感じはします。はい先にちょっと設問の確認をしていきますと設、えー、問一、えー、これが、えー、C が後者の株主として 本件買取に関する B のおシャゃに対する損害賠償責任と書いてまして、対会社の損害賠償ですので、基本423かなというね、こういう予測が立ちます。で、ただし株主としてということなので、えー、それを、まあ、まえー、やる場合に、えー、損害賠償責任の有無のところはいいとしても、C が責任追及する方法として、なので、まあ株主としての責任追及となると、代表訴訟かなというね、こういう予測はある程度立てられるといいかなと思います。はい。なので、まあ問題としては423と、それから847というね、えー、この二つがまずは柱になるだろうというね、えー この予測が立てられます。ただ、それだけではとどまりませんでした。というね。そんな問題ではあります。はい、続けて問いのに先に確認します。えー、本件、合意の内容を実現させるために後者。それから弊社、えー、これにおいて会社法上必要な手続きとついて説明しなさいと。とまあ、こんな風にねなっています。えー、とりあえずえっ、ー、とこのえっ、ー、とせ手続きですね。会社法上必要となる手続きというねそこに関するまあ説明でありますんでまあ、まずは何に当たるか？ そこの判別ですよね。会社法上の何に当たるか。で、当たるとして、じゃあその手続きはという、まあその2段階のね、ちょっと思考を辿ることになるのかなと思います。まあ今回ね、えー、とりあえず本件合意、中身が分かりませんので、まあその合意の中身をね、まずは分析してから、そこの何に当たるか。 で、その後手続きというね、そこの条文を拾っていく。ただしその後ヒントになってまして、分配可能額5000万。分配可能額と聞いたら461でしてね。えー、461使うのは自己株式の取得とか、あるいは配当という、まあこのあたりに、ね、なってくるわけで、まあここでちょっともしかして自己株式の取得が来るんじゃないかなとかね、えー、その予測が立てられるといいかなというね、そんな問題であります。なのでまあ問いのにですね、えー、461ですね、分配可能額云々のところで461という条文入れて、でそこからさらに考えられるの が四六一以外でいくと、えー、これは公社、弊社ね、えー、ありますけれども自己株式だということで、えー、これは、えー、もしかすると百五十六以下と。 この二つですよね。これが、まあ一応思い出せるといいのかなとは思います。はい。さあ、そういうことで、問いの1と問いの2ですね。それぞれまあ分析始めていきますが、会社の問題ですので、期間構成ですね。ここをちゃんと書けたかどうかと。まあこれが書けてないとね、ちょっとお話にならないぞというね、そんな感じになる問題ですが。はい。上から、事実関係の整理をしていきましょうか。はい。一番以下。はい。校舎に関してですけれども、校舎。 飲食店の経営。これを行う、まあ、会社であると。で、種類株発行ではないと。で、発行済み株式総数は1000株。で、創業者である A が400、B が300、C が300という、こういう株主構成。これになっております。で、取締役。これが A のみということで、 取締役会を設置してないということになります。いいですかね。取締役単独ということで、はいノット取締役会設置会社とこうなります。でここはちょっと 気づきにくいところかもしれませんが、取締役会設置が義務付けられる会社がいつかありましてね。えー、今回取締役会設置してないということは、それらの義務付けされている会社ではないということになりまして、実は327にちょっと入れるといいところですね。えー、取締役会の設置必須なのは、公開会社、監査役設置、監査等委員会、指名委員会等ということで、取締役会非設置から少なくとも言えるのは、 非公開会社と。これが今回の事案から言えていきます。取締役会設置してないということは公開してないというね、えー、そういう説明が可能になります。はい。で、取締役は A のみ。はい。えー、目的としては会社の支配。これを目的とするということで、えー、その後書いてありますが、えー、2番以下。えー、A が料理長になっている日本料理店を営んでいるということで、 はいま日本料理店、これをやっております。さらに、えー、その後ですけれども、おつしゃと弊社のすべての株を持っていると。まあ、こういうことですよね、おつしゃ、弊社の100%親会社と。こうなります。 で、その後、えー、株式のところはそれになって、あとは役員ですね。おつしについては、B のみ。で、フランス料理店。で、弊社については取締役が C ということで、これも非公開会社だろうという推測が立ちますけれども、はい、えー、これに関しては、イタリアンレストランと、うん これの会社を営んでいいるととうことになりまおつし社弊社の株式の消簿価格はそれぞれ3000万というね、えー、こういうふうになってまして、はい、この100%株式の価値は3000万と、はい、さらにこの図から分かるのはおつ社が校社の子会社公は親会社という関係ですね。で その数年間、後者の貸借対象表上の帳簿価格と書いてまして、後者の BS が書いてます。BS では、はい、えー、総資産1億と。ということで、まあ、ここでピーンと来たいところですね。後者にとって1億の資産、 これがあるわけですが、オス社株式、弊社株式それぞれ3000万ということは、帳簿価格の5分の1を超えている重要な子会社ということになります。重要子会社ということで847もしかしてという予測を立てたいですね。重要子会社の責任追及違うかなというのはこの段階で気づけるといいかなというところではあります。はい、まだまだこの後行きます。はい、えー、3番。 B は個人として200本以上のワインのコレクション。これを有していたが、の後、えー、半数程度を処分したいということで、こういう取引をしてるんですね。B からオツ社に対して100本買い取らせると。で、150万の総額の市場価格。はい、えー、これを、 話し合って300万で売るっていうね、えー、そんな話になってます。えー、お父ちゃんとは一応話し合って、ね、市場価格も示す。店で提供するなら300万だというところではあるんだけれども、令和2年の6月25、300万でワインを売ったと。けども市場価格はというと150万。なので、 市場価格の2倍の値段で買い取らせてるとこうなりますこれ得するのは誰 B ですね B が得するオスが損するこういう関係になりますしかも同じ取締役あと気づいてください取締役が事故が取締役を担当する会社との間で取引をしているということでね。これが何に当たるかというと利益相反にドンピシャ当たってきますね ただちゃんと話はしています。はい。えー、とりあえず親会社の社長である A ですね。親会社の社長である A との間ではちゃんと4番話してますね。えー、株主の承諾は得てるというね。えー、そういうふうにまあ言うるところではあるんですけれども、まあ、4番のところですね。えー、リストと市場価格、これを示して300万になる分で説明したと、ね。ちゃんと一応話すことはしてるんで、重要事実の開示はしている。 でかつ株主の承認も得ているということでとりあえず手続きはこれクリアしてるんですよ、はい、これもちょっと、ね、問題文から分かる事情になりますで売買が完了したと、はい、で7月に入り C があー というわけね。ワインセラーになんでこんな買い取りが。ね。えーワ、ワインの買い取り価格を見たしさすがに高すぎるじゃないかと不満を述べたが、いいじゃないかと。ね。親父が言ってんだから黙ってろとね、えー。そのふうに言われて、まあ妹さんカッチンと来たというね、えー。そういうのがまあ一応事実関係ということになります。はい。この C さん。はい。これがまあ文句を言ってるんですが、この C さんはお土産との関係でどういう位置づけになるかというと、ここですよね。親会社株主です。 親会社株主として、この B の責任と A の責任ですよね。兄貴と親父、これを訴えたいと。まあ、こういうわけなんですけれども、まあ、これがどうやって考えられるかというね、こういう話になります。まあ、そういうことで問いの1ですね。株主として公社、後者、B のおっしゃに対する損害賠償と A の後者に対する損害賠償責任というね、これをやりたいわけですが、はい、C としては、 の A に対する損害賠償責任、これと C のオツの B に対する損害賠償責任でちょっと権利関係が違うなという感じですよね。はい、ですが落ち着いて、はいえー、まずは損害賠償責任の有無を検討しなさいということで、はい、A は後者にどんな損害賠償責任をということですがこれはもちろん423を考えますと。 B のオズに対する責任ももちろん423を考えますということでまずはこの出発点ね訴訟物がこれになるということはとんそんなに難しくないだろうとは思いますはいで A の責任ですけれどもはいえ役員ですね公の役員であるよで任務形態任務家体のこの認定が1つポイントになるのかなと思いますけれども任務形態でちゃんと義務違反を認定できたかどうかですねえ今回のところは任務形態として何があるか A 何したか いうと息子から相談を受けて150万のものを300万で買ったとこういうわけですね。でこれを A は親会社の株主として承認したとここですよね親会社の株主の代表ですね親会社の代表として承認したと。これがどんな 項に対する責任になるか、ここちょっとね、えー、発見しにくいところかもしれません。で、えー、ここのところなんですけども、A. の項に対する責任、何がある。ちゅうと、これによって。高い買い物して。乙社がちょっと損しますよね、これ。乙社が損するということは、乙社の。株式価値が下落すると。これにつながります。 オツ社が150万損するのでもしかすると株価も150万下がるかもしれないとこういう関係でねここが「あに向けたい」だと。A は公社の取締役として 後者の資産価値を維持しなきゃいけない。この株式の価値ですね。この株式の価値を維持しなきゃいけないのに、それに不利になることをしたということで、まあ、全館中義務違反なり、ね、忠実義務違反なりですね、そのあたりを認定できたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。えー、ちょっとここは、あの、任務けた絵の中身でね、えー、何を書くかいうところは少し難しいところありますが、法令はちゃんとね、遵守したらいますけれども、えー、 後者、はい、の価値維持する義務、これが取締役としては存在するだろうと、全管注意義務の一内容としてね。はい、会社330、民644の一部としてね、会社の価値を維持する義務があると、これに違反したということで任務形態があると、こう言ったらいいんじゃないかなと思います。はい、これによって まあちょっとカウントしにくいですけれども150万の損をお土産に与えたということは株価としてもやっぱりね、えー、下落ですよね損害額がちょっと認めにくいですけども下落額ですよねはいこれを損害というふうにやっていくのかなと思います、はい、役員の要件はもちろん OK ですね A の公社に対する責任としては423これがあるよと。で方法としては847条1項でしょうね、えー、これで代表訴訟を起こすとまあ閉鎖会社でありますので継続保有要件はいりません847の1項の要件ですね、えー、これを満たしてまず提訴請求するで提訴請求した後、ねえー、効果がなければ自ら 提訴する。という、その流れをね、書いていただいたら十分かなと思います。はい。ということで、ま、この、まずは A の責任ですよね。えー、ここは、どっちかと,いうとちょっとね、発見しにくいかもしれないというね、そこのリスクはありますけれども、発見したら、点の取りどころというね、こんな感じになるのかなと思います。はい。847条の1項、2項を3項ですね。このあたり手続きとしてね、えー、手続き方法としましては、 847の1項から3項ですね、これはちょっと言及しておいたほうがいいでしょう。継続保有いらないよというね2項、これも入れておくといいですね、継続保有いらないよとはいということで、まあ、一応1項ですね、まあ、これをやっていくことができます、6ヶ月前から引き続きこれがいらないので、まあ、株主であれば足りると。で、えー、提訴請求した上で3項、60日以内にされないときに自ら訴えを起こすことが可能となると、まあ、そんな言及ができるといいんじゃないかと思います。さあ次 B のお鎖者に対する責任こちらは比較的取りやすいでしょうこれも423の1項ですが3項も使えますよね推定規定これがありますんでで今回 B は1項ですね3項1項で推定されます の3 1号ですね、えー、これは利益相反取締役に B は当たりますんでね、えー、自ら会社と取引,を取引をしたということで、えー、ここは参考1号で任務形態が推定されると、はい、推定されますでさらに破る事情も特にありませんでかつ損害はおつしゃ150万損害がありますよね いいですかねお通社、ね、1 5 0万の損害これがありますで因果関係も当然ありますかね、えー、ちゃんと、ねえー、市場価格で売買してれば損害生じなかったわけで、えー、市場価格の倍で売るというね、えー、そういうことをやってるんで任務受けたいももちろんありますが、まあ、損害、えー、因果関係当然否定できないであと自らやってますんで しまったここの推定のところねちょっと入れたかなかね、356152号ですよね、えー。これの事故のためですね、事故のために、えー、会社と取引をしたというね、356152号にはちょっと当てはめしておいてください。はいその上で、面積なしですね。4281個の過書き。これもちょっと言及しておいた方がいいでしょうね。えー、利益相反で自己取引になると、えー、これは面積がないということでありますので、えー、そこも一応書いといた方がいいかなと。これが責任要件。 になります、はい、役になることももうね省略しましたけれども4231個のところに入ってると思っててくださいで任務桁については3個1号で推定なぜならばえ事故のためにえ会社と取引する場合に当たるからということでここ条文の文言に逐一当てはめですねで可能であればためにのところは名義でやるというねえそこも書いておくと加点自由にはなるんじゃないかと思いますはい。 ということで、まあ入門でもやるような、そんな内容が、ね、入ってきておりますんで、えー、結構ね、えー、ここは取りたいところというね、そういうことになるのかなと思いますが、ただこの責任をどうやってやるかっちいう話です。こういう関係ですからね。C。子会社の責任追及。で、 重要子会社の役員責任、特定責任ですね。これにぶち込まないと仕方がないと。まあ、入門講座等で一番最後にやるようなね、そういう内容のところにはなってきますけれども、まあ、重要子会社の役員責任の追及ということで、847-3の当てはめですね。これがちょっと本件では必要になるかなというふうに思いますね。はい、847-3、6ヶ月前からというところですが、この6ヶ月前は6校やったかな、確かね。非公開会社は一応6ヶ月要件いりませんので、えー 1>, 1項の減給と、6項の減給ですかね。えー、これで株主であれば、えー、100分の1以上であればいいと。こうなりますかね。100分の1以上持ってればいいということで、100分の1持ってますんで、これは満たします。で、特定責任。はい。特定責任の要件が4項になりましてね。すみません。6項はこちらね。はい。とりあえず、 えー、C が847の3の1項6項この要件満たすことをまず確認するでその上で重要子会社の損害賠償責任。 という4項の当てはめですね。で、これ4項を全く知らなかったという方ね、えー、これは、え、ちょっと条文の勉強不足かなというね、そういうことになりまして、え、847の3、重複代表訴訟というね、そういうニックネームがついてますけれども、えー、子会社のさらに親会社、株主ですね。親会社の株主としてということで、代費、代の代みたいなね、そういう形になってきますよね。え、これが C の責任追及の根拠条文ということになります。で、一応4項の当てはめも多分点があるところでね、えー、その、 最終完全は会社、えー、子会社等の、における株式の帳簿価格、えー、これ3000万ですね。で、これが最終完全子会社の総資産額、これは1億円です。で、これの5分の1を超える、これに当たりますんで、えー、特定責任の追及が可能となると。4項の文言にね、これ当てはめする必要が出てくるかなとは思います。はい。ということで、まあ、ここが取りどころというね、えー、そういうところになりますが、はい。えー、一応最低限絶対気づかなきゃいけないのは、この423と356。 項これはもう絶対でこれを落とすと一応の水準すらも認めない、えー、一応ね、えー、たどり着かないという可能性ありますのでこの丸つけたやつですねちょっと見にくくなってますがこれは絶対落としちゃダメ。で上位行こうと思うとこの8四七の3であったりとかに向けたい。 の中身であるとか推定であるとかねあ,じゃあ、えー、損害であるとかこのあたりもしっかりかけていくとまあ、上位の方にどんどん上がっていくというね、えー、おそらくこういうまあ関係になるんじゃないかなというふうに思われますあここももちろん絶対です423の推定規定の現及は絶対と思ってください はい。丸と三角、丸と四角でね、ちょっと、えー、一応イメージいただきましたけども、丸を書いてるものでちょっと落とすときついです。えー、四角のところで落としたのであればまだね、ちょっと救いが、救い、救いようがあるかなというね、ちょっと加点が失敗したというね、そんな形になるのかなと思います。基本的な部分とちょっと応用的な部分という、そういう切り分けですけどもね、えー、基本的な部分での失点は絶対ダメ。で、できる限り四角の部分で加点加点を狙っていけるというね、えー、そういうぐらいになっていくといいのかなと思います。はい。 とりあえず、商法の1問目以上で終了ということになりまして、まあ、どこまでいけたかなっていうね、えー、そこはまあ現場だったら私がこう判断するっていうね、えー、そういったところが、まあえー、見ていけると嬉しいところです。はい。さあ、問いの2関係に入っていきますが、本件合意。はい、何したかっいうと、後、え、者、ー、弊社、必要になる手続きを書くのが問いの2ですが、6番、えー、買い取りきっかけとして A、B とた元を沸かす決心をした C、独立しようと、こういうわけですね。で、この C さんは何をしようかっいうと、えー、A と交渉した。 で令和2年8月12日に C の保有する公社株式はいということでまずこういう状態ですね C の持つ公社株式これをこうが保有する弊社株式 これを買い取るというね、これも譲渡してもらう。はい、二つあるんですね。はい、後者から見ると C が持っている株を後者が買い取るというね、えそういうことなんで、ああ自己株やっぱり来たという感じでしょうね。自己株式ドンピシャ、しかも特定の株主からの買い取りですので。 まず受験決議をする、で、その中でもうここは先にやりますけども、売り主の追加請求の手続き、これをちゃんと入れなきゃいけない、かつ、特別決議がいるよと、特別決議ですね、えー、3百9条の2項を、はいえー、これが欠かせないぞというところと、 2個、o、については2号ですかね、A、2号ですねでさらにその株主総会では C が議決権行使できないという手続き条文ね、えー、この辺りに言及するであとは取得決議を減るでプラス財源規制これは3号の方でしたよね はい、2号と3号、勘違いないよう、ね、に2号って書いた方はこれちょっと、ね、大原点を食らうという恐れがありますが2号、これはあくまでも163、165の場合に限るというね受験決議のみで取得できる場合が2号でしたので3号が本件の、ね、対象になります。必ず取得決議を経なきゃいけないというねそういういことになりますのでここは3号の財源規制とこう思ってください。で分配可能額は今回 超えてないでしょうね。えー、この C の持つ公社株式ですけれども、えー、この株式の価値ですね。えー、公社の時価総額が1億で、で、そのうちの30%ですか、3000万ぐらいだろうと推測されますね。1億の総資産額で、まあ一応3まあそんな、このいかんかな。え、総資産額じゃなくて、まあまあね、ここは純資産額ですね。え、純資産額の3割ぐらいですんで、まあせいぜいね、そんなに大したことないだろうというふうに思われます。 はい。まあ、純資産の3分の1ね、えー3、3割程度ですので、まあ、5000万超えることはないだろうというふうに思われます。はい。まあ、分配可能額ね、5000万。これは大丈夫というふうに思ってください。はい。続いて、弊社において必要な手続き。弊社においては、この公社株式を C に譲渡という、こういう状態になるわけね。いいですかね。弊社株式を、校が C に譲渡 ということで、まあ、これは譲渡制限株式の譲渡これにあたりますよね、えー、譲渡制限株式の譲渡ということで136条以下の手続き取るのが原則ではあるとこうなりますただし親会社1人 唯一の株式。なので、一人会社のお話ですかね。えー、このあたりはまあ書いといた方がいいかなというね。一人会社なので、え、上都制限株式について、まあ承認取ることは特にいらないぞと。まあいうふうに書くのもね、えー、ありなのかなとは思います。まあ、後者が OK 言ってるんだったらいいだろうというね。えー、そういうことになるのかなと思われます。はい。ということでまあ、130、え、上都制限株式ですよね。え、136以下ですね。え、これを使うのが一応原則ではあると。はい、いうことになってきますけれども。 はい。えー、今回のところは、まあ、そんなにね、えー、難しくなく、えー、唯一の株主ですので、特にね、えー、そんな、上渡制限株式の承認ですね。えー、わざわざ株主総会開いて、で、公の承認得てとか、そんなバカバカしいことしなくていいと。もう、公さんが OK 言ってるんだったら OK だと。まあ、公の代表である絵。えー、これが OK 言ってるんだったら基本的には OK だろうと。まあ、いうふうに考えてください。はい。そんなことで、手続きについては、以上。というね、えー、そういう形になるでしょうか。はい。えー、回答例、あ、すみません。一応、この中身でいくと、 最低限書かなきゃいけないところというのは、この辺でしょうね。と、これもかな。特別決議。この辺りはちょっと最低限書いときたいところですね。で、136以下の手続き。これは絶対にね、えー、落としちゃまずいかなというね、えー、そういう感じになるでしょう。はい。で、手続きの中で、まあ、 できたら株主総会開くんで、その際には議決権がなくなるよというね、この話とか、あるいは唯一の株主という一人会社のお話。まあこれを書いていけるとね、ちょっといいんじゃないかなというね、そんな感じであります。はい。ということで、入門でも扱うような内容ではあるところですね。これが本件の、まあ一応予備試験では聞かれてはいるんですけれども、あとはまあ発見できるかどうかというね、そこですね。何に当たる で、当たるとして何がいるというね、えー、そういう話をちゃんと一つ一つね、えー、見ていく必要が出てくるよ、というふうに思ってください。はい。<laughs> ということで、えー、一応こんなところでね、えー、もうし株主の、まあ一応、えー、手続きの方法ですね。えー、これと、今回何に当たるか。ちょっとね、えー、本件合意の中身ですよね、えー。これが何だったかっていうね、えー、何に当たるかを判断して、 手続きを判断するというね、えー、ここのまあ2段階が踏めるとまあ良くなるよということでまあね、えー、一応まだ入門を受けていらっしゃる方もね聞いていただいていると思うんですけれどもまあ入門講座の復習をやっとけば予備試験の処方いけるぞというね、えー、そういう感覚をちょっと掴んでもらえるとね嬉しいなというところではありますはいまああとは条文の問題ということでね気づけるかどうかというねそこがまあ一つのポイントかなという、ね、感じがします、はい 商法については以上で、えー、条文発見力ですね。ここがちょっと現場思考的な部分ね、少し入り得るね、えー、ところなのかなと思いますのと、あと、えー、任務形態の認定が少しね、えー、公の責任ですね、A の公に対する責任が少しだけ現場思考ね、はらんでるかなというところでしょう。はい。さあ、民訴法に入ります。はい、えー。民事訴訟法の話ですけれども、えー、民事訴訟法の問題は、配点があえて書いてくれてまして、7対3ですので、問いのうちで7、きっちり書く。 いいですかねえ、問いの1だけで4ページのうちの3ページ弱書いていただいて結構ということになりますね。で、え、問いの2の方は軽くというね、そういう流れができるといいでしょう。で、今回の問題見てね、問いの1、投げ。問いの2、投げ。ね、上から見た方が早いわということで、上から見るというね、そういうまあ、 戦略をね、取ってもらった方がいいかなという気がします。はい。まあ上から行きましょう。で、民事訴訟法の問題ね、えー、特に苦手にしてる方が受験生は多いわけですが、訴訟物をめぐる議論がめちゃくちゃ多いというところは共通点です。で、訴訟物がなんやねんというその把握ね、えー、これはもう真っ先にやるというね、えー、こういう意識をね、しっかりと持っておってください。はい、えー。早速問いの位置関係の事実、ちょっと見ていきます。 はい。えー、問いの位置関係ですが、えっ、ー、と、X 運転の自動車と Y の自動二輪車が追突するというね、えー、こんな感じになっております。まあ、図で書くならばこういうことですかね。まあ、図は、ちょっと絵が下手くそすぎて、もうね、えー、シャレにならない感じになってますけれども、まあ、とりあえず自動二輪車に追突したっていうね、えー、こういう交通事故です。こう、おついにしました。XY ですね。 X が Y に追突したっちいうね、えー、こういう追突事故になってくると100、100%交の責任、AX、えー、ですね、えー、後ろから追突した方の責任で過失相殺が基本的にはないというね、えー、こういう特徴があったりします。はい。で、これ、えー、X は Y に遭じした損害として、自動車、自動二輪車、これは賠償義務は認めるけれども、えー、払うよと。しかしながら人損ですね、えー、ここについては証拠食があったということで、 なんと被害者に対して訴えたというのがまず本層ですはい、えー、債務不存在ですねこれを X が訴えたとこれが本層です次に Y の方が何言うてんねん人損アルバイト治療中やいということで医者料の一部のみをまずは支出、えー、請求すると いうことで、半袖一部請求。この形になっています。これはいいでしょうか。で、問題。えー、遅延損害金は検討する必要ないよということで、はい、えー、半袖に関してではなくて、問いの置ですね。えー、裁判所は審理の結果、えー、Y の 治療、担当した医師の証言等から、心章形成したということで、心章が書いてます。ね、心章書いてますので、考え方としては、心章通りの判決するとどうなるかっていうね、その辺が一つのブレイクスルーポイントにはなっていきます。はい、一応見ていくと、Y、頭痛の症状あるけども、治療は必要、終わっている。で、頭痛の症状程度からすると、慢性頭痛だということで、本件事故との因果関係なしというね、こう言っております。で、その他損害なし。で、 ということでどうなるかっちゅうと、A、Y はすでに損害賠償してるよ。ということで、心証としては Y の損害なしとこういう心証なんですね。で、この時に問いは、本訴についてどうするか。 で判例の立場を踏まえて検討せよ。それと本葬の規範力どんな判断について生じるかとはいこの2点が70点もあるとかなり書くことあると思ってください。 はい。ということで、まあ、この場合ですね、どうするか、いうね、えー、そんなお話ではありますけれども、えー、ちょっと債務不存在と、それから、えっ、ー、と、500万の損害賠償ということで、えー、まずちょっと訴訟物の分析からいくと、X の Y に対する訴訟物は、債務全体なんですよね。で、それに対して Y から X は、あくまでも損害の一部だと。 こう言ってるんですよね。から訴訟物の範囲が少しずれてるよということにはなります、はい、ですがこちらは債務不存在こちらは給付訴訟と Y から X ね給付訴訟とアート。まず1個気づきたいですね本訴どうするか というね、えー、そういうところではありますけれども心証からすると一つ考えられるのは任用もありうるんですけれどもいいですかね債務不存在ただ債務不存在に対しての反訴がなされてて給付の反訴がされてますからこれによってどうなるっちゅうと。<laughs> うん、訴えの利益を欠くことになるんですよね。債務不存在の本村、えー、に対して給付の搬送をするとこれによって訴えの利益が欠けることになってくるとこういうわけですね。いいですかね。なぜかっていうと。 給付訴訟の方が抜本解決になるからですね不存在の確認よりも給付の方が根本的な解決だからということで、えー、ここ対象選択の話ですね対象選択の適切性これが欠けてくると。うん、なぜかか抜本解決だからということで判例に従うならばこれ形式的にいくと。 売ったの利益書くというね、えー、そんな話になりそうではありますしかしながら、ここ、訴訟物の範囲にずれがあるんでねここがちょっと考えどころになるでしょうねこの訴訟物の範囲のずれこれがありまして売ったの利益 これ、歌の歴書くので、もちろんね、142条の二重基礎に当たらないと。まあ、そこもね、当然のことになってくるんですけどもね、142条の二重基礎に当たらないね。本祖の方が債務存在で、歌の歴書けるんでね。なので、半祖だけが審理されるという状態になりますんで、二重基礎に当たらない。これはも,うもちろんね、大前提だし、え、訴訟物の範囲が500万に限られるというね、一部と明示してるんで、まあ、分断、ね、え、訴訟物の一応範囲は500万の一部のみね、明示的な一部請求のみと。そこはもう大前提になりますけれどもね。なので、ま、どっかでま、軽くね、前提で書いていくことになるでしょうね。500万 500万の範囲についてです、ね、えー、これは、えー、訴訟物の範囲は500万に限る、でさらに、えー、二重基礎には当たらないとなぜならば、ね、えー、この範囲によって、えー、本創の訴えの利益が欠けるということになるのが原則であるので、えー、その心理の矛盾、衝突、ですねこの辺は生じない、権力の矛盾、ね、でこういったものは生じないということでありますけれども、ただし、ここ500万とここですね範囲が違うとここが悩ましいところです。で範囲が違うのので考えるのは 500万部分は却下と。超える部分については抜本解決するようなものが訴えられてないのでこれは本案判決すると。 これれが次考えられる対応になります <laughs> 判例からすると訴える例企画全部却下ですね。でも500万を超える部分については訴訟物の範囲から外れてる以上抜本解決という観点からすると給付がされてない以上はまだ 対象選択の適切さ残ってるんじゃないかという気もしてきますで、ここがこっから先が考えたところだもう少しの、ね、えさらに上に行くポイントになると思います超える部分は確かに法案判決と思えるかもしれませんが反訴について給付の500万ですが一部請求ですよね 一部請求で。これ残なしということですよね。五百の損害、これ認めない棄却になるんですよね。搬送についてはこれ書いてませんけども。棄却になるはずなんですよね。つまり、誤訴。 起こして残部請求したとしても新規則で却下されるということは確定している状態なんですよね。いいですかね。つまりこの「反訴」によってこの請求部分だけじゃなくて請求外の部分も含めて実はこの判決で根本解決がなしうるという感じになります。搬送についての判決ですね 反訴についての判決することで、超える部分を反訴ですけれども、残部にも審議則の効力と。つまり、 反素の本案判決のみで抜本解決かとも言えるとこうなります。はい、ということでつまり本訴は判断する必要がないと債務不存在あえて判断する必要もないよねと。 原則通り却下して反訴について500万不存在の規範力が生じさせてでかつ残部については新議則の拘束力で残部誤祖請求ができなくなるこういう状態確定するんでであれば反訴だけで決着つくでしょうと「本訴についてまで行く必要ないよね」ということになってやはり本素「本訴訴えの利益なし」と。 いう方向に持っていくべきかなと、はい、今何について議論してるかっていうねえそこだけ混乱しないようにしておきましょう本訴どうするべきかを考えますけど本訴どうするべきかは反訴どうすべきかと密接不可分なんでねえなので本訴どうすべきか判例の中身からいくと全部却下でも良さそうだなただし訴訟物の範囲ずれがあるこっからが 現場の追加部分になっててきまして、えー、そこの500万部分は確かに却下でいいかもしれんが超える部分はどうする債務不存在法案判決してもいいかなとも思えるでも超える部分も反訴に関しては規範力と類似の効力が生じるわけですからしたがって反訴だけでも抜本解決が可能だという状態になるわけね。 ただし問いの2のことを考えると、後、え、遺、ー、障害除いてというね、えー、そういう留保付きを入れておくといいかなとは思いますけれども、後、え、遺、ー、障害の部分を留保付き、ね、好意障害の部分は、まあ、残した上でえで、ー、その他の損害については、全部、残部なしと、こうなるはずなんで、したがって、本案、反訴の本案判決のみで抜本解決できる以上、訴える利益は原則通りなしと。 はい。僕だったらまあそういうふうな結論になるかなと。あとはこれをどうやってまとめるかっちいうね、えー。そういうところがまあ苦労するところかなというね、いい感じがします。はい、えー。一応まあまとめ方としてはこれね、申、えー、証からするとこうだ。でも判例からするとこうだということで以下検討するとまあその辺から入ったらいいですよね。申、えー、証通りの判決しようとすれば、わい損害なし、債務不存在の法案判決することが考えられると。任用の法案判決することが考えられる。他方で、反訴が提起された場合、 ねえー、本案の、えー、本その債務不存在については、えー、対象選択の適切性これを書くことになるので売ったの利益が書け全部却下となるとも思えるということで以下検討しようというね、えー、そういうことからまあ入っていただいたらね、えー、それで答案としてはま,あまとまるかなとは思います。はい、でこのの対象選択の適切性 抜本解決書く。まあ、括弧書きで。え、じゃあ、えー、対象選択のだけ先生書く。カッえ、抜本解決の観点からとかね。えー、そういうのも入れておくとよりいいでしょうし、さらにその後ね、進めく、進めていくにあたって、はい、500万部分と、これ部分と、えー、これに分けられると。で、500万部分については、確かに却下となり得ると。で、ここの中に、半素14に当たらずと。合わせて書いとけばいいですね。 で、超える部分。法案判決と。500万、500、それを超える部分。というふうに分けられる。けども、反訴自体。残部にも規範力、ルージの効力が及ぶ。したがって、反訴の法案のみで解決できる。法案には訴えの利益なく、全部却下するべきと考えると。はい。ということで、法案について、訴えの利益なしで却下。これするべきとなると、規範力は、 債務不存在について、はい、訴えの利益を欠くとの判断に規範力とこうなりますね、えー、規範力一応訴訟判決にも生じるというねそこをまあ触れとくといいですね訴訟判決にも一応、えー、法案判決ではないけれども規範力が生じる114、まあ、条1項のね、えー、主文 として訴えの利益は欠くというねその訴訟要件献血の判断に規範力が生じると考えるべきだと、まあ、こういったことをね書いておけばいいかなと思いますはいものすごく、まあ、現場思考ではありますねいろんな判例がぐちゃ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 とこうねその整理なく浮かび上がるというねそういうことになると思うのでまずはどうしたいという最終結論のところからね入っていくといいですねでどうしたいというところでいくとまずは、新証からするとこうだと。 他方でじゃあ別の見解として何があるっちゅうと、反そのされているということから却下という方向もあり得るということで、その後どうしましょうというところで入っていくといいですね。で、その後で訴訟物の範囲が違うよというところ、ここからがまあ、ねえー、分かれてくるところになると思いますけれども、はいえー、この辺の書き方ができるかどうかというねで、ここは絶対に書かなきゃいけないところですね。訴えの利益が書ける。全部却下となりそうだ。 なぜならば対象選択の適切性紛争抜本解決の観点からというね、えー、そのところはま,あまず絶対書かなきゃいけないところ。こうなるでしょうね。で、その後、どうするかというところで、訴訟物のまあ一応範囲に着目して、ここ言及する。で、ここの深みがどれだけできるかというね、えー、そこのところはすごく大事なところかなと思います。はい。大きく、ここの出来で合否の まあ合格ラインまでどこまで入るか、まあ超えるかどうかね、優秀ラインにまで入っていくかっていうところはね、ここでちょっと分かれてくるかなとは思います。で、ここはおそらく誰しもが気づくはずの話です。残部に審議則の拘束力。搬送に着目すると一部請求で棄却ですから。一部請求棄却ということは残りなしとの判断に他ならないということでね、その後の蒸し返し、審議則によって却下されるということになるはずなんですね。 でそこから論理的に出せるかどうかと。から最低限本件の問題で気づきたいというか言及したいところは売ったの利益が欠けるというね、えー、そこのところのまずは原則論とそれから残部に審議則の拘束力というここは絶対書かなきゃいけないというね、えー、その上でそれらを踏まえてあとまとめようというね、えー、それができるといいんだなというところにはなります。はい 要素としては入門で扱ってる内容ばっかりですが、組み合わさると難しくなるというね、えー、こういう問題なのかなというね、えー、感じがします。はい。最後のところはここは。 できたら訴えの入れ企画との訴訟判決に対する規範力ということでね、まあ軽くね、えー、あまり書くことないよというね、えー、そういうところになりますけども、まあ、魚試験で初めて書いたっちいうね、えー、そういうところになるのかなというのが、ここの訴訟判決の規範力というところになるのかなとは思います。はい。まあ、今年ではね、訴訟判決の規範力はしばらく大丈夫だろうというね、えー、そんな感じになるのかなとは思います。はい。さあ、問いの2関係に入っていくことにしましょうか。はい。えー、問いに関係、また長い事案ですね。えー、また長い事案でして、 はい。えー、次のところに入っていっちゃいますね。え問いのに、はい。え残り12分。えちょっと急ぎながらやっていきたいと思います。はい。えー、問いのに、えー、説明書の通りに本訴について判決するともに、反訴請求規却の判決をした。というね。そういうふうに書いてまして、はい。えこれ、問いの一要は、本訴却下するっちゅうね。えそういうことなんかなというね。そんな感じがしますね。はい。えとりあえず、まあ一応、え請求規却ですね。これが、確定したということで、え反訴 一部請求棄却とこうなりますでその後介護がいる状態になったということでいわゆる行為障害この話ですでこの行為障害に関して財産的損害精神的損害を請求したとで残部請求として請求と 残部請求として3000万の誤訴これを起こしたと。で、前訴判決を前提として、残部請求を認めるためにどんな論拠付けはい認めるための論拠付け、これをしなさいと。判例の立場。 から前その x y の請求内容とこれに留意して y の立場から論じなさいはい y の立場ですから何とか請求認めるべきというね、えー、こういう結論を出せとこういうことです結論も固定です請求認められるという結論にしなさいとこういうことです。 で認められるというためるの論拠付けどうしようというね、えー、そんな話でありますけれども判例としては一応やっぱり2つほどね、えー、今回思い浮かびたいところでありまして一部請求の棄却はさっきの問題で言及してたらそれで結構ですけれども残りなしとの判断になりうるんですね。 こううなりそうとただし後遺症害これは前祖では除外されていたんですよね。あくまでもその時点であった頭痛に関する前祖は頭痛ですよね。 頭痛の腎損これに関する損害賠償だし Y の方も腎損なしとこういうわけでね後遺症は入ってないんですよねつまり前損については後遺症を除いた一部請求のうちの一部請求。 とというふううふに考えれるとこうなります一部請求の一部請求というこういう感じですよね。でこれがまさに前訴では除外してたから一部請求だと見るのが判例の見解です。 このあたりの要素が、まあ、うまいこと30点の中にちりばめられたらいいなというね、えー、一つの筋を持ってちりばめられたらいいかなというね、えー、そういうところではありますけれども、まあ、どこから論じるかっていうね、えー、その辺はちょっと悩ましいところがありますが、まあ、ここから論じたらいいのかなというね、確かに一部請求で棄却されてる以上、その一部請求についての、まあ、もちろん不存在。 請求権不存在という判断に権力が生じるだけではなく全その残部についてのね、えー、その、えー、不存在というのも一応審議則上拘束力を生じるという形になるそうすると誤差はできなさそうとも思えると、まあ、こっから出発していくね、まあ、原則論的な判例からするとそういけるだろうというふうに思います。しかしかながら はい。えー、前奏においての請求内容は、X 頭痛の前損だよ。で、Y は人損なしという損害、債務不存在だよ。ということで、後遺障害は明らかに外しているというね、えー、こういう風な請求内容だと。いうことは、前奏の訴訟物は、後遺障害を除いた損害の一部請求。で、行為障害部分は、あえて切り離した一部請求だと。で、行為障害の部分については、前奏ではあえて外してたので、 しかの判断には、後遺障害は含まれてない、そういう判断ですよねと、後遺障害の部分については、不当な蒸し返しとは言えないよね、従って可能と言えるということになるのかなと思います、はい、はい、ここの残部請求却下のロジックですよね。 一部でも却下されれば残なしとの判断に他ならない不当な蒸し返しこの辺が残部却下のロジックだったんでこの判例の理由が妥当しないという射程が及ばない判例の射程が及ばないという書き方が一番綺麗きれいにね書けてくるのかなとは思いますね。この前祖ではは除外していた行為障害そそもそも 前訴では除外されていたので残なしとの判断には含まれないとしたがって残部請求することが後遺症がについては不当な蒸し返しとは言えないので審議則で却下されることはない従って誤訴において審理判断されるべきだこういう形のねお話ができるといいかなとは思います。はい、<laughs> ということでこの問題についての検討は以上でありまして。 はい。えー、要素としては入門でも出てる内容をいかにね、えー、登板化するかというね、えー、こういう話。まあ一部ちょっと2年目の講座なんかでね、扱っていく内容なんかも出てきますけれども、まあ入門プラス2年目の講座の中でね、えー、ほぼほぼ網羅的に検討できるような内容ということで、まあ一応問題に慣れていくことですよね。えー、これが最もね、大事なところなのかなと。まあ慣れている方はね、えー、この問題ある程度こうね、えー、お茶の子採採で解けたかもしれませんけれどもね。えー、ここもまあ一応訓練の賜物というね、そういったところになるかと思います。はい。一応今 今回書書くくべべききとここころ最低限ははまずはここですよね残部却下の判例のロジックとここですね。行為障害は前訴では除外されていて要は一部請求だという扱いね前訴自体が。前訴自体が一部請求中の一部請求。行為障害除いた一部請求のうちの500万の請求というね、えー、こういう話です。で,前訴では 当事者の主張内容、ここはまあ書いてあるので、ここもちょっと書きたいですね。問題部の明示の要件なので、これも書きたいところでしょう。はい、このあたりが書けていれば、最低限、まあ、一応の水準は超えられるかなと。でそれに、あとはどんだけ説得力が上がってくるかで、ここですよね、ここの判例の射程の意識です、理由付けがこの事案には妥当しないというね、えー、そういう言い方、これがちゃんとできていると、優秀に近づくかなというね、えー、そういう感じになるでしょうね。はい ということで。 はい、えご、ー、素が、まあ、認められるためのロジック付けというね、えー、そういう話でありますけれども、まあ、一応、やっぱりね、えー、入門の、えー、ところがベースにあるぞというね、えー、そこのまあところがありまして、まあ、あの、なんていうかな、予備試験等でね、えー、民を苦手にしてる方は、やっぱり入門をおろそかにしてると、どうしても苦手にね、えー、してしまいます。まあ、もう一度ね、入門生の方はね、えー、できたら入門の民祖も再度復習するきっかけにして,ていただいてで、さらに2年目の講座の中でね、頑張ろうというね、えー、そういうふうにしてもらったらよりいいのかなと思うんですけれども、まあ、今年予備試験受けて、 えー、特に民主スあかんかったという方はね、おそらくですけれども、基礎力ですね、入門レベルの基礎力でちょっと失点している恐れですね、えー、これが相当あるのかなという、ね、感じがしますが、まあ、原則論であったりね、ね誰,誰もが思いつく判例ですね、そこから出発するというね、えー、そこができているかどうかというね、えー、そこもまあ分析のたまものでありましてね、えー、論点を追いかける、これじゃない、ね論点を追いかけるんじゃなくって、えー、とりあえずは、 原則論どうううななるかかとねねね、えー、そういああたりからのの思考のまあ、一応積み重ねですよ、ねえー、これを、まあ、最後はあとね、えー、整理してできたらい、いなというところになりますはい,と,いうことで、まあ、こんな、え、思考を現場でやったらやるかなというね、えー、いうところでありますが、まあ、一応今回ね、皆さんのお手元には参考答案等が上がっておりますが、私が書いたものでありませんので。あらかじめ言っておきますね。<laughs> 私が書いたものじゃありませんが、まあ、そういう意味でちょっとね、不完全な部分もいくつかあると思います。特に、商法なんかね、重複代表を落としてるとかね、えー、その辺まあありますけれども、まあ、そこは多分加点自由になるんだ あろううとということで、えー、上位合格するにはちょっとねも物足りない。とといい、ね、ういううううねねそななっっちゃってるかなという、ね、感じはしますはいまあ、そういうことで、えー、ありますが、えー、民主法、双法双まあ、例年に比べるとちょっとね、やっぱこう、考えることが多いという意味で、えー、難しさがね、若干あったかなというね、えー、そういう感じがします。ただし、やはり基本的なところに立ち返って聞いてきているというね、えー、そういう傾向もあるかなということで、まあ、入門レベルのね、知識というのをしっかりと盤石化しておくというね、えー、このあたりがまあ、突破口になっていくのかなというところであるかと思います。はい。ということで、えー、若干ちょっと、 え、一時間ちょうどではありませんね。え、59分ほどになっちゃいましたけどね。え、とりあえずまあ一応予定してたお話はこのあたりです。まあ今後の皆さんのね、勉強のなんかの視点に、え、今後の勉強のこう参考に、ね、なったら嬉しいなというふうには思っております。まあ何かね、え、ありましたらこれもご縁でありますんでね、え、何か質問とある方はね、え、Twitter 等でなんかこうぶぶ、どしどしね、え、まあ DM なんかで投げていただいたらね、え、お答えしようかなと思いますんで、またね、そういう形で聞いていただけたら非常に嬉しいところであります。はい。ということで、え、最後までご清聴いただきどうもありがとうございました。私からの分析会以上で終わりになります。どうもお疲れ様でした。